今日のコーディネートをちょっと紹介していただけますか。今日のコーディネートは、ゴールドがベースで、その上に大きな、コートをなんかずるっと着るのがポイント。对，那他这一次主要的服装就是以金色为主，然后外面再搭上一个大件的长大衣，然后这样子穿的宽松，就是小露相间，这样非常性感又可爱。他觉得今年秋冬自己最想要什么样的方式去展现自己的流行？で今年の秋冬はどうやって自分なりの、おしゃれを表現したいですか？今年の秋冬は、すっごい楽しみで、どうしようかな。どうしようかな。ロングブーツをいっぱい履きたい。对，然后他想了一下，他现在很期待，那他就是很期待可以每天都常穿长靴。嗯，哎，那他今天对台湾的印象？好，台湾へのイメージはどうですか？もう大好きで台湾が、もう毎月行きたいし、もう台湾の人たちも温かくて、あと小籠包がね、あと100個食べたい。可以，我希望每个月都可以来，然后就是大家都很热情温暖，然后如果可以的话，还想要再吃小笼包，希望可以吃100个，这样不会担心体重问题吗？那个体重そうしますとスタイル維持とかそういうの、なんか食べす小笼包食べすぎると、そう体スタイルの維持はちょっと、なんかだから小笼包100個食べるからジム100回と。小笼包吃100颗，他就要去健身房100次。那他觉得台湾的男生怎么样？那台湾的でも、分かるよ。すごいなんかセクシーな顔の人が多くていいと思う。他觉得台湾男生就是看起来很多都感觉很性感，他觉得很不错那样。有没有想要去台湾的哪边玩玩？台湾のどか観光とか遊びに行きたい場所ありますか？遊びに行きたい場所はどこかな。前に台湾で山の奥のレストランに行ったことあるの。すっごい綺麗で、もう一回あそこに行きたいなって。他以前有去过一个在深山里面的餐厅，然后很漂亮。他希望接下来如果有机会，想要再去。